はい、皆さんこんにちは。本日はですね、メーカーさんからですね提供いただいたものをご紹介させていただきたいと思います。で、皆様とですねこうお約束させていただいております通りですね、使用させていただくにあたりましてですね、私の感じたことをですね全て、素直にですねお話しさせていただくというところを約束させていただいているので、私の感じた通りのですねレビューということでですねこの動画を見ていただければと思います。ではですね早速もう見ていただきたいと思います。はい、こちらになりますね。はい、こちらは、ジンバルになります。ジューンさんのですね新たにですね登場しましたシネピアウィービル 3E というですねジンバルになりまして、こちらをですね提供いただき私がレビューをさせていただくということになりました。で、この後ですね早速開封とこちらのですねジンバルの特徴等をお話しさせていただき、どのような映像が撮れるかというところをですねまとめてお話しさせていただきたいと思います。ではですねまず開封させていただきたいと思います。ではですねこちらですね開封していきたいと思います。まずですね箱から出しますね。箱から出しますとこのようにですねペラ類ですね、サービスカードとこちら説明書、現段階ではですね英語と中国語に対応しております。そしてですねこのような箱に入っておりまして、こちらを開けていってみます。はい、開けますとですねこのように入っております。で、こう見ていただいてお分かりだと思うんですけど、結構ですねコンパクトなジンバルなんですね。で、セットとしましてはまずはですねちょっと全て出してしまいたいと思います。で、このようにですねシリカゲル等がしっかりと入っていて、こういうところ私ですねとても好感が持てますね。はい、セットとしましてはこちらのものが入っております。まずですねプレートですね、そしてこの本体に装着する簡易三脚、こちらですね、あとこのような袋に入っているパーツ類、これが中をですねまず見てみたいと思うんですが、はい、入っておりますのはこちらですね USB Type-A と Type-C の充電ケーブル、そして Type-C と Type-C のですねケーブルですね、これ通信用かな。で、これがカメラを止めるネジと六角レンチ、このようなですねセットになっておりますね。で、ネジの方はですねこのようにコインの溝もですね掘られているので、コインとでですね開け閉めは簡単にできます。まずはですねこちらジンバルにですねカメラを装着して起動してみたいと思います。で、試すカメラはこちらですね ZV-1 に 16mm から 35mm までのですね GM レンズ、これが私の持っているですねかなり重たい方の装備になりますので、こちらで試してみたいと思いました。はい、ではですねこのように起動しました。で、こちらですね操作は基本的にはここについているダイヤル、これですね、これで基本的に行う形になっております。で、最初になんですけど、この状態で使用しますよっていうですね設定ですねした方がいいですね。で、このモーターという項目が一番上にあって、それのですねオートというところを押すと、このようにですねオートチューンという形でモーターをですね最適に設定してくれます。で、今ですねこちら横着してですねこのハンドストラップを装着してしまっておりますが、このですね実際に撮影するときはこれを外してですね撮影をしてみようかなというふうに思っております。そしてこのオートチューンがですね終わりますと、はい、このようにですね使用の準備ができました。もうこれですねこういう風にですねもう装着して1回ですね設定してしまえば、こうカメラをですね振り回すような動きをしても安定してですねこういう風に撮影をしてくれるんですね。で、やはりですねこのコンパクトなですねジンバル等と違って、まずファーストインプレッションとしてはここにですねだいぶ余裕があるなというところですね。これファインダー等ついていてもですねあんまり干渉するって心配ないんじゃないのかなと思います。そしてレンズはですねこの GM レンズということで結構重たいレンズなんですけど、全然設定的には余裕がありますし、このですねアーム等のコーティングがとてもいいのか、設定もですね楽でしたね。このバランス取りのなかなかですねこうスムーズに動いてくれるこのアームですね少ないんですよ。結構カクカクっと動いてしまったりとかですね、重さにですね応じて操作がしにくかったりとかするんですけど、全然そんなこともなくとても使いやすかったです。で、このですね延長のですね三脚も握りやすく、操作等もですねこの状態でもとてもしやすいです。オプションでですね他にですねこのアームですねというのもスリングというアームがあるみたいなんですけど、後ほどですねそういった解説もさせていただきたいと思います。まずはですね開封から簡単に設定して、こういう風にしっかりと操作ができる、もう振り回してもですね全然安定感あるなって感じるのがすごいところです。で、やっぱりですねコンパクトですね。この辺がですね最初の感想でございました。はい、ではここからはですねこちらですね WeBuild 3E のですね簡単な特徴ですね、そういったものをですね皆さんにご紹介していきたいと思います。まずはなのですけど、この A4 用紙と同じようなサイズ感でコンパクトなですね WeBuild 3E は外出先での完璧なパートナーということでですね、このサイズ感にこだわった作りとなっております。そしてこのポイント1として、手にフィットするサイズ感、グリップ等を含めてですねそういったところに工夫がされております。コンパクトなボディ、人間工学に基づき設計されたハンドルによってですね長時間の撮影等々がですねとても簡単にかつ負担少なくですね行えます。重量はですね約1000と 10g となっておりますね。で、折りたたまれているサイズは 296mm×206.8mm×7.5mm
74.2mm と A4 の用紙ですね、そちらのサイズと似たようなサイズ感となっております。そしてポイント2としまして、撮影角度の変更、これはですねカメラをですね縦にしたり横にしたりというところですね、クイックリリースの設計ですね、そこにしっかりとですね考慮されておりまして、アタッチメントを追加したりとかですね再装着することなくですね垂直方向に変換することができるという便利な機能がついております。はい、続きましてポイント3ですね、これ Bluetooth ですね、 Bluetooth でシャッター等の制御が可能となっております。録画の開始や停止ですね、または写真撮影、このですねワイヤーに接続してですねいろいろと機能をですね使えるではなく Bluetooth で操作ができるというところで、制限なく自由にですね動き回れるというのがですねとてもいいところになっておりますね。で続きましてポイント4ですね、このスリングモード 2.0、 今回のですね私のご紹介させていただいているセットにはこちらのですねセットはないんですけど、ハンドル状のものがですねついておりまして、スリング、これがですね調整可能で、いろいろですねこう自分の撮影したいところにですね合わせていろいろな細かい設定ができるというふうになっております。もうこの低い撮影とかですね、あと手首の負担を減らすとかですね、いろんなこの角度を調整してアタッチメントをですね駆使することによって、そういったですね使って撮影して重たいものを持ち続けるという疲労感というのを 40% 以上軽減できるように今回ですね設計されているようですね。続きましてポイント5としまして、高度なアルゴリズムを採用しております。それによってですねこのスムーズな操作感等々を実現しておりますね。幅広い軸のアームによってですね様々なサイズのカメラを装着可能としており、まあ、そのカメラを支えている部分ですね、滑らかな映像を実現しております。強力なモーターでですねスムーズにですね動作するというところにも考慮がされております。では続きましてポイント6ですね、こちら 0.96 インチの OLED ディスプレイがついております。カスタマイズ可能なですねボタン等も合わせて豊富な設定を見やすくし、簡単に切り替え可能となっておりますね。モーションラプスやハイパーラプスなどですね、そういったものをこうアプリを必要とせずにですね、そういったモードにアクセスが可能となっております。先ほどのポイント6の続きなのですが、このカスタマイズ可能なトリガーボタン、それぞれのですねボタンをですねカスタマイズ可能となっておりますね。それにより複雑なですねカメラの動き等を合理化しております。ショートカットをですね設定することによってですね、撮影モードを素早くこう切り替えたりとかですね、指でこう押すだけでですね特殊なモーションを起動可能としていたり、調整ホイールのですね設定も可能となっておりまして、軸調整や ISO 感度、絞りなどのですね直感的な制御がですねもう便利にですね使用ができるという風になっている拡張が搭載されております。でこちらですねポイント7、これはですね長時間の動作というところにも考慮されております。 2650mAh のバッテリーを採用しておりまして、長時間の撮影に対応しております。最大ではこう10時間38分動作をするということでございますね。充電しながらの操作というのも可能で、作品のですね創造をサポートしてくれるというジンバルになっておりますね。はい、このようにですねもうストロングポイント、強い点がございますね。で続きましてなのですが、こちら WeBuild3 ですね、この WeBuild3S との違いっていうのはどのようなものがあるのかなっていうのをですねまとめてみました。基本的にはですねこのWeBuild3S と同じような性能でございます。 24mm から 70mm までの F2.8 の第三元レンズですね、こちらを搭載可能としているですね設計となっておりますね。こちらが一つ目で、二つ目なのですが、まあ、内蔵マイクや補助光、フォローフォーカス、ビデオ伝送用のタイプ C ポート等は廃止されております。カメラ制御のポートというのは一つだけとなっておりまして、こういったところのですね機能を削減することによって軽量コンパクトとなっております。そして3点目ですね、このレンズサポートとベースがですねなくなりましたということになっております。この縦横のですね画像っていうのはカメラ本体のアームの部分に工夫、アームというかプレートの部分にですね工夫されておりまして、変更可能となっております。 USB-C のですね制御ケーブルっていうのはちゃんとありますので、ご安心いただければと思いますね。で4つ目ですね、これ Bluetooth シャッターコントロールは使用可能となっておりますので、こういったですね必要な部分っていうのはできるだけですね機能をなくさずにですねジンバルとして撮影するよといったところの強みですねを強くしている変更点となっております。これに伴ってですねサイズや重量、あとは価格等を抑えているという形になりますね。はい、ではですねこちらですね外に出てきまして、続いて解説したいものがございます。こちらですねスマートフォンのアプリケーション、このですね ZI Play っていうですねアプリケーションを使うことによって、遠隔でですねこのジンバルの操作というのもできるんですね。このようにですね登録をしまして、最初はですねアクティベーションする必要があるんですけど、とても簡単に接続がこのようにできます。で接続が完了した後はですね、このようにはい、もうこれでジンバルの操作、遠隔で操作できる画面となっております。カメラとこのジンバルのですね Bluetooth で接続していることによってですね、こちらからいろんなですね録画の開始やストップや、その他のですねメーカー等の設定等がアプリケーションからできまして、まあそういう操作が一通りできると思っていただけるといいと思います。ではですねちょっとジンバルの方に移っていただきまして、こういうふうにですねジンバルの操作、はい、遠隔でですねこれ私が手元で操作している形になるんですけど、こういう風に操作をすることができます。
このようなロール方向の回転とかですね、全部できるんですね。はい、では戻ってきまして、このようにですね、アプリケーションを使ってさらにですね、便利に遠隔で操作をして撮影することもできます。なのでこういうふうにぐるっと回して私の方に向けてですね、はい、ではですね、今こういうふうにピント合わせてみましたけど、写りの方いかがでございますでしょうか。はい、ではですね、今このようにですね、横向きに装着をして撮影をちょっと試してみております。で、映像はですね、このように振ってもですね、こうとっても安定している映像かなと思います。今はパンフォローモードになってますね。で、この後ですね、こちら縦にですね、変更して皆さんに映像を見ていただこうと思います。そして続きましてですね、このように縦映像にですね、してみました。で、収録している映像もですね、ちょっと一緒に貼り付けておこうと思うんですが、このようにですね、縦の映像をこのフルサイズのですね、ミラーレスの綺麗な映像でですね、とても気軽に手軽にですね、撮影することができます。そのですね、仕組みなんですけど、こちらですね、これがですね、横向き、要はこの状態で固定するところのレールになっております。こういう感じですね。で、そしてですね、こちら側にですね、もう一個こう爪がありまして、これがこのアームをですね、この縦にですね、固定するタイプのレールなんですね。で、これのですね、付け替えを縦と横で切り替えることによって、映像もですね、それに応じて縦と横と切り替わるわけでございます。ではですね、この後ですね、このジンバルにですね、ミラーレスカメラを装着して歩いていってみたいと思います。まずはですね、通常に前に構えた状態で歩いてみます。あまりですね、気にせずに高架とかから歩いておりますが、このような映像となります。で、ローアングルにしますとですね、このようにまた雰囲気の近い映像が撮れますね。で、あとはですね、木をですね、中心に置いたままちょっと周りを歩いていってみたいと思います。はい、こんな感じですね。あとはですね、こうちょっと持ってるのは大変なんですけど、片手でですね、このように持って自撮りをしながらですね、歩くとこのような映像になります。写りの方はいかがでございますでしょうか。あんまりですね、やっぱり片手で持って操作をする重量感ではないですね。もっとせめてつけるですね、ミラーレスカメラを小さくコンパクトなものにしたいかなと思います。はい、ここまでですね、動画を見てくださりありがとうございました。最後にですね、私の使ってみた感想をですね、まとめていってみたいと思います。一言でですね、表すならちょうどいいジンバルですね。これ私の感想なんですけど、いろいろとですね、そのジンバルっていうのも使っておりますが、価格がですね、高い、
性能がとてもいいとかいろいろあるんですが、基本的にですねやっぱりミラーレスカメラのフルサイズのものを、しかもレンズが大きいものをですね載せられるジンバルになると、大きくて重くて高いっていう感じが強いんですよ。その中でもですねこの A4 用紙1枚分ぐらいのサイズ感のこのですねコンパクトなボディなのにモーターはですねパワフル、しかもですねこの設定等もしやすくてですね機能も最小限に絞られています。必要な機能っていうのは充実してるんですが、まあオプション的に使える機能っていうのはですね結構削られてますよね。でもですねそれがですね普段使う上ではですねとってもちょうどいいんですね。様々な機能がついていても、それはですねどういうシーンで使うんだろうだとか、あとはですねこれを使うからにはこういった準備が必要、そうなってくるとですね撮影する上ではですねとっても重たい作業になっていってしまうんですよ。そういうところがですね極力なくなっている、もう本当にですねその機能、必要な機能に絞られたコンパクトなジンバルという感じでございます。やはり使えばですねそれは重たいです。これぐらいのサイズにですねレンズとカメラの本体とですね装着して撮影をしますってなると重たいんですが、それでもですねあのスリング要はなんですけど、簡単にこう 手首の負担っていうのを減らしてくれるオプションパーツがあったりとかですね、様々な使い方にもまあそのシンプルな機能を生かした撮影ができるという感じで、使用していてですねとっても使いやすかったですね、迷うところがあんまりございません。やはり多機能なものになるといろいろとですねそのメニューとかも複雑になってきたりだとかしてですね迷うんですよ。そういったところがないので、本当にですね単純にジンバルの機能をジンバルとして使いたいだけっていう方にはですねものすごくおすすめできるんじゃないかなと思いましたね。またこの縦と横の切り替えが割と簡単であったりとかするところもものすごく強い美点になってきますので、いろんな使い方ができるんじゃないでしょうか。映す映像はとっても綺麗で、ただ手ブレ補正が弱く、そういったシーンでですね使いにくいミラーレスカメラ等をお持ちの方にはですねぜひですねこのようなジンバルをですね1台持っておいていただけますと、撮影の幅っていうのは広がると思います。私のようにですね特に撮影も編集も上手じゃないし面倒くさがり屋でですね重たい装備っていうの持ってきたくないなっていう人にもですねとっても向いているジンバルだなというふうに思いました。はい、それでですね最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。今回ですねこちらの WeBuild 3E をですね紹介させていただきました。それでは失礼いたします。バイバーイ。